イマジン5000回ぐらいあります。そういうのもう死ぬほどあったんで、1日にイマジン50回ぐらいやめたいやめたいと思ってました。怒られるし、体型のことも言われるし、大っ嫌いでした。もうだから HKT の現場がそれこそ一時期本当に嫌いだったんです。でもまあその今考えると、その時は本当に分かんなかったけど、その時ずっと怒られてたのはやっぱちょっと期待はしてもらえてたのかなって。その一人のタレントとしてもう売れたいし、多分そろそろそのグループに頼ってられないなみたいな、甘えてられないなと思って、今回めちゃめちゃ大決断しました。新たな一歩を踏み出す23歳のアイドル、その肩書きが外れるとき、どのように過ごして、納豆。卒業前に思うこととは、活動10年の節目に決断したHKT48 村重杏奈におよそ1ヶ月密着してみました。コスメなのでリップなんですけど、このカラコンのインスタライブの時も村重やらせてもらってて、はいはい、モラクっていうブランドなんですけど、はいはい、ズブズブなんですそうなんですね。なんかさくら の担当されてたメイクさんと今日コラボ配信なんです。あ、そうなんですね、はい、なんか結構謎めん。この日は元 HKT メンバーで大親友宮脇さくらプロデュースのコスメを PR。あとなんだっけ、あ、そうだ、写真撮ってほしいって。わかりました。はい、お願いします。なんかマネージャーさんがインスタ映えに厳しくて、もともとインスタが全然おしゃれじゃなかったんですよ。はいはいはい。そしたらファッション案件が決まんないからって言われて、アプリも使っちゃダメで、無加工アプリで載せてほしいって言われて、ここら辺の映えスポットとかよく探した。暗いかもですね、本当は。あ、ちょっと、あ、でもいいよ、めっちゃ足長いんですけど。昔どんな写真あげてたんですか。昔もゴリゴリ加工してて、ちょっとこういうのとかも、はい、ちょっと加工してるねみたいな、はい、ダメだよって言って、はい、だいぶ行ってましたね。そう、ちょ、だいぶ行っちゃいましたで、それをこうやって無加工カメラにこう変えて、これじゃなきゃダメ。でもそれやり始めてインスタのフォロワーがすごい急激に増えたんですよ。もともと去年8万人ぐらいだったんですけど、今 12.7 万人に増えて、すごい、1年で4万人ぐらい。あ、それ結構すごいですね音が NG で余計なことは。はい、長押しして固定する。これ私が最初にコメントして、コメント固定。ちょっとしてほしくって。はい、皆さん始まりました。 HKT48 の村重です。今日はですね、宮脇さくらちゃんプロデュースのコスメブランドクランバイモラクのアカウントにお邪魔してます。やっほー。なんかでも私とさくらの白さん多分系統が違うんですよね。あ、メイク動画の生配信。じゃあスクショタイム、皆さんゴリモリでお願いしますゴリモリで、ゴリモリで早くでお願いします。はい、すみません、すぐ着替えますはい、早着替えですか。頑張って、はい、早着です。じゃあちょっと簡単にね、アレンジ。商品イメージに合う衣装チェンジを何度も行います。なんか早着替えすぎてね、ちょっと時間持ってたから、そんなちょっと早くなってます。
1時間かな、はい、終わります。20分で、でも最後のカラーでそこからあと喋るだけ。あ、わかりました。はいはいはい、カメラ見てもいいですか？大丈夫ですか？事務所的には、私的には。続きます。ありがとうございました。ありがとうございました。これから何されるんですか？今から自分の、YouTube の動画撮影を、まあ、10分から15分ぐらいしたいなと思います。村重卒業まで残り1ヶ月を切りました。真剣にダイエットします。チャンネルは昨年開設、全部自分で編集します。だって今例えばいただいてる仕事って、私 HKT の村重アナとしていただいてるのか、それとも村重アナとしていただいてるのか、どっちかも正直分かんなくて。じゃあこのカラコンのお仕事とかコスメのお仕事はこのアイドルが紹介するからいいのかなとか思ったりすると、なんかあと1ヶ月しかないから、なんか準備するにも卒業まで1ヶ月じゃないですか、おはようございます。さすが。よろしくお願いします。お願いします。あれ、今日は今日はオフなんですよ。お、だから今エクステつけてるので、はいはい、あのいつも行ってる美容師さんに、はい、髪をきれいにしてもらったりしようかなっていう。そうそう、大事なイベント前に必ずやってくる場所、大切な自分磨きの時間。頭によぎることは、可愛く卒業します。今までで一番可愛くありたい、ありたいので今度ゆきえさんに聞いてる。あ、私何の話今 YouTube のタイトルどうしようかな。何の YouTube？ 緊急ダイエット、人生で一番可愛くなるのだ。あ、もうちょっとひねろ。なんだろう、なんかそういうタイトルつける時とかに気をつけないとか。そう、なんかっていうよりかは、自分のチャンネル登録者数のファンがどれだけ見てくれる、ファンの人とかがやっぱテレビ見てる資源を見ると仕事頑張れるとか言うと、なんか、やっぱ私もさ、K-POP のアイドルとか好きで、この子たちが可愛いだけで、なんか自分もすごいモチベーションが保たれてあるんで、こんな感じなのかなと思ったら、SNS もできるだけ更新してたいな。ああ、いきます。流してもらうから。あ、わかりました。お願いします。泣いちゃった。ワンの、シャンプー台で気づいたんだって。え、握手会の券取ってたけど、なしになったじゃん、ね、返品になっちゃって、会えないままあって、私も泣きそうになっちゃった。ね、嘘。え、泣いちゃった？泣いちゃってました。嘘。どうしよう、この状態で空気吸いたいからもうちょっと待ってるって。えぇ、ー、一人返してくる。この状態で会いに行きます。その状態でいいなったら一瞬だけ行きましょうか、うん、行きましょうか。嘘。いいですね。うん、本当にごめん、本当にごめん、こんな感じで本当にごめんね。ありがとう。はい、おでこ貼って。すごい。ありがとう、嬉しい。じゃあ、ごめんね、なんか撮ってて、うん、あ、そうなんだ、うん、あ、そうなんだ。なんか撮ってるのも楽しみ。ごめんね。いや、私、最後会えるときもう本当に情けない感想で申し訳ない。ありがとう。ありがとう、また会えるように。だけど、まさかの会えて、出て泣いてくれてて。ね。めっちゃ泣いてました。めっちゃ泣いてます。すごい嬉しいっすね。めっちゃ嬉しいです。ありがとう。ありがとうございます。どうしましょう。なんか表参道そこにおしゃれなスーパーあるんですよ、うん、よく美容室帰りにそこ行くから、そこ行っていいですか？てか鬼寒いですね。天気じゃない、
そう、ザ表参道の道に、でも本当にここずっと憧れだったんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです、福岡に住んでて、うん、東京に家がある状態で見たいなって思ってたんですけど、何年も結構叶わなくて、で今年やっと東京都民としてのあのイルミネーション、え、こっちに来て、うん、誰かと見に行ったり、ここに歩いたりとかしました？いや、マネージャーさんとしか見ない。ここが私のアナザースカイ。他局行ってきます。はい、行ってらっしゃい。めっちゃ可愛い、可愛くないですか、うん、ね、何これも何だ、シードルワインみたいな、発泡酒、こういうのを一杯って決めてる。もう絶対一杯です。料理とかはしないの？そんなしない。女の子って、うん、作る人いなきゃするイメージないんですけど、私だけなんですよ。なんか何でもいいから、これにしよう。今日はこれ。え？これとこれが夜ご飯。マジ？うん。ちょっとそろそろ本格的に絞っていかないと間に合わないので、なんかこうやってダイエットとか始めると大事な行事始まったなって思います。一番今までで一番可愛い自分で卒業したいからっていう思いがあるので、最後ギリギリまで頑張る。今家に帰ってほっと一息な瞬間です。なんかスーパーで買ったシードルが栓抜きがないと飲めないやつで、本当にすごい楽しみにしてたんですけど、ちょっとガン萎したので、自分の家にあったこのトリスハイボールのスペシャル限定のやつを飲みます。そんなくつろぎタイム中にリモートで、今日もずっと一緒にいましたけど、はい、まあなんか改めて質問いっぱいしたい質問あるんですよ。それを一旦見ていただけると。あ、来た。ちっちゃ。ファンやゆかりのある人、ついでにスタッフも、卒業間近の村重杏奈に聞いてみたい100のことをこの密着期間中に答えてもらいます。てか、晩酌しながらの質問って大丈夫なんですかね。ドレッツはだんだん回ってこなくなるかもしれないけど。まあ、いけます、頑張ります。どんぐらいだろうな。でもまあ、それもそれこそ最近マネージャーさんとかはやっぱ褒めてくれたりするので、90。多分本当に、まあお母さんが本当に美人なんですけど、だからすごい素材はいいんですよきっと。でもそれで私はすごいそれに頼りすぎてすっごい太って、その時はもちろん全然今とか見返したらすごいブスです。だからやっぱその素材がいい人は言いなりにきっとすごく努力しないと、そうやってまあ高得点っていうか、まあ高い点数は出せないと思うので、それもまたまあ必死って感じですね。必死の90点。ないこともないですね、全然。でもサシさんに一回編集じゃないね、年収聞いたことがあって、その時に私、あ、年収じゃないわ、貯金聞いたことあるんですよ。で私結構長く言ったんですよ、もう本当にレベチ長くを言ったら、サシさんにあるわバカって言われたんですよ。でその額がもうマジ日本買い占めれるレベルだから、ちょっと一旦身近な芸能人のそのよく週刊誌とかに出てる年収のリアルで一番ちょっと頑張っていきたいなって思うのは2000万。うん、2000万いきたい。はぁ、あ、
なんだその質問、むずすぎる、そんなの無理ですよ。今後の人生まだまだ生きてほしいのはショマタンですね。だってさくらもさしこぱんももう20代超えてるし、きっと楽しいことをいっぱいもう知ってるし、悲しいことも知ってる。でもショマタンはまだ5歳しか生きてないので、5年しか。今後の生きてほしい気持ちってか、そのいろいろ経験してほしい気持ちを考えてショマタンを助けます。じゃあテレビに関する、うん、はい。え、これは私めっちゃ目標あって、私の一番好きな番組がアメトークなんですよ。ですっごい羨ましいのが、もう女性枠あったじゃないですか。なんかモデルさんが来たりとか、ちょっと旬の方が座る椅子あったじゃないですか。なんかあそこめっちゃ座りたいですよね。あそこの枠で呼ばれたいですね、いつか。いやー結構まだまだな気するね。なんかしょんぼりしましたね、それは。結構しょんぼり、うん、飲んじゃおう。今日は、週刊プレイボーイさんの取材です。ほぼ結構もう昔からお世話になってるスタッフさんたちなので、うん、本当におなじみの人、親戚のおじさんぐらいのテンションなので、私の話をもとに漫画を描いてくる。なんです。あ、そうなんだ、はい、すごい。多分もう最後の取材になっちゃうと思うので。まあでも基本は一応漫画が一応、うん、ね、ちょっとこぼれて1月4日発売になりました。ちょっと完璧に、あのね、そう、ね、本当は年内に26日に発売のやつに、うん、よし村重行こうって言って一応提案したんだけど、なんか AKB の16周年が盛り上がっちゃって、だからちょっとギリギリまでそっち入れようと思ってるの。そっちに合わせて。まあ、AKB の16周年には勝てないですいくらの話が必要でも、まあ、そう、粗悪があったりとか、ちょっとトピックがいっぱいあったんで、そっか。でも一応1月4日なんで、ほぼまだメンバーみたいな。そんなことないですよ終わるんですから27で、ね、もう HKT としては。なんでちょっと振り返ってもらいつつも、ちょっと未来みたいな感じもうまく、そっちに乗せる感じで、ね、確かに。漫画のネタを探します。彼女が語り始めたこれまでのアイドル人生とは。2011年13歳でデビュー。 HKT48 としてのデビュー曲で選抜入りを果たしますが、でもやっぱ選抜に落ちて、もう露出も本当になくなって、こう M ステに出てるメンバーを家で見る。HKT 出てましたもんね。そう、一番辛かったですね、やっぱ激太り。いっぱい食べてたね。いっぱい食べてましたね。メンバー的にも触れられないデブが楽屋にいるつらい。ファンの中でも逆にシゲはもう何、酸素で太ってんのって面白いじゃん。そっからまあ本当に徐々にあのコンサートでもナコミクのバックダンサー、それがやっぱまたさらにしんどくて。後輩のバックはきついのかね。サシさんがそれから見ててすごい泣きそうってで、私もサシさんのことすごい嫌いだったし。なんで？え、だって会うたんびに痩せなよって言われて。それは言われてたんだね。言われてました、一応。もう本当にマジでグレてた。で、サシさんにその時一回ガツンってマジで怒られて、普段そんな怒んないんですけど、うん、そんな中途半端にやるぐらいだったらやめなみたいな。そんな彼女が心を入れ替えた出来事。変わったのは何なんですか？なんかサシさんがマネージャーさんに村重とまあ公演出たいけどなみたいな、さらっと言ってくれてたみたいで、ここで頑張んなきゃもう無理だなと思って、不良が急にいいやつになるとなんかすごい周りの好感度もすごい上がるじゃないですか。ほんとそんな感じで、徐々にマジで。でそこでやっぱ手応え感じると自分のモチベーションも上がるじゃないですか。ちょっとね、いい話すぎるなぁ。漫画にできないな。これね、あのインタビューとしてはすごくいいけど、漫画を撮れたらゼロに近い。そうなんですよ。いじられしげじゃなきゃダメだから。なんとかゼロだよ、ゼロ。人ね、ちょっと俺だからゼロだよ。ちょっと情けないです。すいません。
今日のそのインタビューしてくれたシュープレさんとかも、ずっと私が13歳の時から見てきてくれてる方たちなので、本当に全部を知ってるし、ね、もうだって実際48じゃないと出れないやつだから、すごい。本当に卒業するんだなみたいな感じで、昔話とか基本多めだったから、そういうのも全部なんかちょっとずつ実感してきてますね今、そんなのいっぱいありますよ。あーでもそれはやっぱり総選挙ですかね。実際総選挙が当たり前のようにあった時ってもう本当に必死だったし、とにかくそれで本当ランクインできた時は、ああ1年頑張れたんだみたいな、その伝わってたんだ頑張ったことがっていうのがすごい嬉しくて、一番アイドルの中では印象に残ってるかもしれないです。ないですね、特に。本当にその日の笑いで生きてるって感じです。最近でも受けるのは、あ、でも最近使えるかマジで分かんないですけど、メンバーが楽屋でこう普通に過ごしてる時に、あの片乳首だけ出して待ってるっていうなんだっけ、なんか26時のマスカレードみたいなアイドルさんいますよね。なんか一人一人のあのインスタとかのフォロワーがすごくて、グループが有名かって言われるとそんななんかドン48みたいな46みたいな感じではないと思うんですけど、一人一人の力がすごい強くて、うわすごいなってめっちゃ思いました最近。でも昔はやっぱ怒ってました。でも最近はなんか大人の意見として、今更23になったもう大女が、あのなんかまあ私のところにしか来ないでよとか言ってたらちょっとさすがにキモいかなとか思ってあんま言わないようにはしてますけど、やっぱ気にするのは気にするんで、なんかこの間あの子のとこ行ってたけどなんだかんだシゲのこと好きでしょとか言って、一応気持ちは確かめてますでも私一昨年ぐらいにずっと応援してくれてたけど亡くなっちゃったファンの方がいて、そうなんです。その人はもう本当にすっごいもう応援の熱量がすごくて、なんかまあそれこそなんていうんですかね、やっぱ私何回も言いますけどグレた時期とかあったんですけど、なんかまあ僕は信じてるからねみたいな方がいて、で多分私が選抜に入ってちょっとのタイミングで亡くなっちゃったって他のファンの方から握手会で聞いて、でなんかその時に思ったのが、なんかもっと自分はそのファンの方に恩返しっていうのがもっと早くできたのかなとか、あと普通に今こうやって卒業発表とかした時とかに、あーなんか最後見守ってほしかったなっていうか見送ってほしかったなっていうのはすごいありますね。その方はやっぱすごい印象に残ってるし、今でもやっぱちょっと自分の中でちょっとした嬉しい出来事とかあったりするとすごい思い出したりしますね。おはようございます。福岡に着きました。今日は劇場公演をして4日間ぐらいいます。福岡に久しぶりですか？福岡はめっちゃ久しぶりです。2週間ぶりぐらい色に分かれて公演やってるんです、私がチームブルーなんですけど、はい、6人ぐらいでやってる公演、すごい最小限でやってる公演は今日はラスト。東京と福岡を往復する生活。なんかね、入ってる、卒業公演を含めて劇場のステージに立つのもあと3回です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。久々に顔を合わせるメンバーとは、葵のデコメがマジでギャルだった。
なんか猫絵文字、そう、猫絵文字。キラキラの星に、ニコちゃんに、なんかお花切って、ハート持って、さらになんか、伸ばす、みたいな。今は、あんま、楽屋とかにいると楽しくて、楽しいが勝っちゃって、そんな実感しないですけど、会えなくなっちゃうんだな、みたいな。楽屋でも未だに普通にいるかいないかで全然変わるので、そうだいぶ変わると思いますね。私ライブとかでもやっぱりもうここぞって時にしげさんの声があったりとか、キャラクターとかがあることがすごい大きかったから、それがなくなるってどういうことなんだろうみたいな。当たり前のように立っていた劇場ステージ、そこから見えた景色はどうだったのでしょう。やっぱ寂しくなります。ちょっと自分にすごい今回卒業だからみんなが MC とかで村重名前出してくれたりとかして、なんかちょっと寂しがってる感じもなんかもうあるし、やっぱファンの人が今日すごい来てくれてて、なんかそういう人たちの顔を見るとやっぱ最後の方とかすごいうるうるしました。ここで聞く話ですか？待って、唇、口がやっぱ私薄いから、唇が厚い人、結構見ちゃいますね。これ何の話って感じだよね。100の質問なのこれ。振り間違いですかね、意外と。ずっとやってる曲とかでも、やっぱちょっと集中力が欠けたりすると、すぐ振りとか飛んじゃうんで、意外と、すっごい集中してるんで、今とか超眠いです。自分自身に点数をつけるなら、50じゃないですか。しげは正直、アイドルっていうのはプライベートも見せない、本当にステージでキラキラして、裏は何してるんだろうみたいな、子がやっぱ好きなんですよ。自分が本当そうじゃないから、だから、結構アイドルとしては邪道の道だったと思うんですよ。私うるさいし、何でもしちゃうし、プライベートもがっつり見せるしみたいな。だから50点ですかね。最後のファンの方とのお話し会です。最後ですか。最後。やば。最後の握手会やってる。10年の、どういう気持ちですか、マジで。27、そっか、27日か。なんかしんみりしちゃう。そうさが。もういいですか、みたいな。本当にね、もうシゲに感謝しかないよ。本当、ありがとう。もう本当にありがとうね。辛いことも、嬉しいことも、ずっと一緒に。次回、10年の活動に終止符を打つ瞬間、新たな一歩を踏み出す村重杏奈が思うこととは。